最近は前ね見ておりますが、綺麗です。前の里公園のね、駅前ですが、綺麗ですね。こんな感じです。このようになってますね。風吹くとね、音もいいですよね。だからいいけど、もうすぐですね。二つ目です。石狩太海。石狩太海、石狩動物。次回の大会戦でここのあの石狩がね、こうやって太海動物になるそうです。まで参りましたね。苫小牧まで参りました。ギンザーね、ここのね、路線にすべてね、ここはね、あの乗車してますから。高速エアポートもね、道もありますよね。入っていいってことなんだ。改札に行く。改札ってホームですよね。あと3分ほどで列車到着します。石狩太海って少し、ね、まあ、急ぎますけどね。ホーム階でこちらのドアが開きます。上に参ります。連絡通路階では寄り口と同じ側のドアが開きます。外の方が気持ちいいですね。北海道の風ね、いい風。確かこの列車ね、到着してからだと思いますよ。到着してから発車だと思います。またはね、この列車が発車して愛の里教育台で行き違いを行ってからどちらかですよね。気持ちいい風が吹いておりますね。こんな感じです。太陽当たると暑いですが、じゃあ札幌市ですね。モニター今ね、出ますけど、太陽でね、明るくて感謝で少し強いです、はい、じゃあね、こんな感じでした。以上ね、愛の里公園ですね。列車、乗車いたします。2つ目です。こんな感じで行き違い駅になっております。